どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、りゅうです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回なんですが、また既成語デッキシリーズっていうことでね、既成語の不知火組んできましたけども、強すぎる強い、めちゃめちゃ強いっす、不知火。その何が強いってね、やっぱね、コズミックサイクロンとか積めなくなったんですよ。一応そのコズミックサイクロンと、これリミット3になるんで、今度リミット3になるからコズミックサイクロンとか積めないよってなったんだけども、もともとコズミックサイクロンをその入れていた理由って結局、ブラックマンション対策とかっていうのもあるけど、その現世っていう現世復帰の制約っていうスキルが流行ったから、現世をされないようにコズミックにコズミックチェーンしたりとかして、そうなんとかその相手のライフを調整させないようにするっていうのが狙いだったとかあると思うんですよね。結局それがしなくてもよくなったんじゃないですか、その現世が修正されて。だからコズミックサイクロン別になくてもいけるんですよ。で結局今まで通りその召喚獣が一番やっぱ天敵で、不知火っていうのはその妖刀不知火をなんか巻き込んでプルガトリオとかいうなんかリンクスに来てはいけなかったモンスター第1位のリンクスに来てはいけなかったモンスター選手権1位のあのモンスターの素材にされて、なんかマジで計画狂うみたいなことあったと思うんですけど、それを防ぐことができるプラス打点補助ができるこの清掃、これを3積みできるっていうのがめちゃくちゃ強いです。やっぱサイバーとかは、なんとかクリボールとかこういうド級とか、あと、デモンズジェルとかこういうカードを使ってなんとかしていけばいいし、なんだかんだやっぱりね、不知火は環境トップの一角として氷にしていくかなと。不知火って結構組んでた人も結構多いと思うんですよね。これ無課金の方も結構やっぱこのソウル・オブ・レザレクションっていうこのミニボックスがすごく優秀だったんで、これで組んでた人結構多いと思うんですけども、まだまだ強いですね。環境の固定化の要因になっていたため、なんか規制しますみたいなこと書いてありましたけど、リミットのところには全然なんか固定化するよまだまだ全然強いです。ちょっとね、この辺の UR の魔法トラップがいるんで、あとこれ初動としても使えるように5付き入ってるんですけど、こういうカードがいるんでちょっと若干、お金的なことはかかるけど、まだまだ強いんで、不知火は。なんで、ぶっちゃけ規制かかってないですね、ほとんど。使ってた感じ。清掃全然強いから、これ、一応ナビゲートからの陣とかの効果も、ほぼ無効にできるみたいなもんなんで、やっぱこのカードが強いです、非常に。だから、不知火は全然いけます。早速ね、対戦の様子をご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。不知火さ、全然さ変わんないよね、強さこいつもさ、なんなら強化なんだけど、ぶっちゃけさこのデッキ強すぎると思うんだよな。いろいろ規制が入ったじゃないですか。ちょっと一回スキル発動して、これド級なのか、これ多分正眼だと思うんですよね。一回これホムラじゃなくて戦じゃない。これ結構やばいのは、その正眼じゃねえや、不知火のコズミックサイクロンとなんかモノノベのリミットとかぶっちゃけそんな関係なくて、全然関係ないんだよねこのデッキこれさ、なんか痛手あった不知火って。なんならあれコズミックサイクロンって結局さ入ってるのって現世対策でしょ、あとブラックマンション対策と。結局なんか清掃の方がなんか召喚獣対策になるから強いやん大体っていう風に考えるとさ、このデッキなんか変わった、何も変わってないと思うんだけどこのデッキ剣士、なるほど、霊竜か。霊竜めんどくせえな。霊竜はちょっとめんどくさいんだよな。霊竜じゃないんかい。さてはてめえ、霊竜引いてるな。霊竜引いちまってるな、さては。オルタナティブいいだろ。オルタナティブいいだろ。そんぐらい許しちゃろ。効果発動はした方がいいかな、一応。一応しといて、バーガラキンしといて、はい。で、太鼓はないので、多分大丈夫だと思うんですけど、鬼展開されなければいけるいける。オッケー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 。光らない。光らない、光らない、光らないの。なるほど、ちょっと一回ホムラ紙で様子見ようか。一回ホムラ紙で様子見ようか。結局正解はホムラ紙が因果切断ないときついから、因果切断やめて、ちょっと切断しないでお願い。切断ガチきつい。あー、カナディアは全然 OK、 カナディアは全然 OK で、はい、で戻していく。でカードを破壊する必要性がねえ。でゴズッキー召喚でゴズッキー5か。これでも難しいな、こうかな。でこれで殴るかな。でゴズッキー破壊されたら2チューナーかなんか戻ってこれるようにしよう。カナディアは強いね普通に。まあただ多分このホムラ紙突発しにくいと思うよ、聖眼って。結局聖眼って破壊耐性がある超小盾モンスター つらいんですよ。あー、オッケー、全然いいよ、それは全然いい、それは全然いい、全く問題ない。コスモブレイク入ってる方はあれが出ますね一応。ダークエンドドラゴン、あ、それは別にいいんじゃないで、効果発動して除外してこうしてで影物効果除外ゾーンから戻す。はいはい、よいしょよいしょよいしょらよいしょらよいしょよいしょらとろおいちょいね。はい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 、よいしょらよいしょらよいしょよいしょらうるさいですか、すいません。バトルフェイス対戦ありがとうございました。知らぬに何も変わってなくて笑う。さあお相手の方、石津イシュタール選手よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。さあどういったら、ブラックマジシャン OK。 ブラックマジシャンは槍が引けるかどうかなんだよな。とにかく槍が引けるかどうか、槍ゲーなんですよ。要は魔導人がの効果、魔導人ってやってブラックマジシャンが出てきて魔導人の効果で、対象に取られたモンスターに清掃を打ってるかどうかっていうのが本当にね、鍵で、結局それが打ってないとちょっと辛いんですよね。なんでまあコスミックサイクロンの代わりに清掃みたいな感じじゃな、引けないか。クリボールは、まあ、一応こうですね。でこうしてまあ2は出しましょう、2は出しましょう。シンクロしないまであるんだけどなこれ。あ、でもデモンチェーン2枚あるからなんとかなるか。デモンチェーン2枚あるからなんとかなんだ。シンクロして墓地を食っといた方がいい気がするな。一回レベル上昇して使わざるを得ない状況にしとこうわ。こうしてこれ上げてで墓地だけ送っとこう。ちょっと除外されるのはそれはそれでめんどくせえから。でこうですね。で、ホムラ紙でこれ破壊は免れますよ、ただしナビゲートはじゃなくて陣は効きますよの状態にしといて、で現世はされないんで、も現世は2000になるんでされないから大丈夫で、あと怖いのは墓所だけ。あー、ナビゲート OK。 どっちだろうかって話だな。あとはどっちですかっていう話があるけど、海空はデモンズチェーンなんとかぶち込むしかないね。海空はデモンズチェーンをぶち込むしかない。あ、ウィッチなんだ。なるほど。ウィッチの方か。じゃあ、そういうパターンか。なるほど。そっちのパターン。あ、なるほど。そっちのパターン。なるほど。そっちのパターンか。じゃあ、ブラックマジシャンになるにいいか。で、難しいですね。これ、回復とか出されると割とめんどくさいことになりそうだぞ。結局ね、回復がほんまに強いんですよ。あ、イリュージョンマジックか。なるほど。イリュージョンマジックで、あ、そっちリリース。なるほど。そっちリリースしてブラックマジシャンとブラックマジシャン持ってくる。難しいですね。攻撃は続ける必要性あんまねえけどな。あんまないな。殴んなくてもいいんじゃないかな。これいい絵じゃない？殴ったところでいいことなさそう。で、アドバンス召喚はできるから1枚は除外される。デモンズチェーンでなんとかできないからクリーボール、あとクリーボールだな。ただこのターンで削り切られるっていうパターンは多分ないと思う。さすがにベールとか入ってると別だけど。はいはいはい、黒木森の内 OK、 黒木森の内効果、魔導陣効果、はいはいで前か、はいはいはい、 OKOKOK、 それは全然よくて、それ全然いい。耐えろ。いける。耐えるんだ。耐えろ。このターンを耐えしのけばいけるぞ。ベールされて、ベールされる。で、1体出てくる。2体しか出てこない。あ、ベール OK。なるほど。強いじゃねえか、なかなか。いいだろう。ただもう、現世はできないぜ。やるんなら墓所。墓所はきつい。ただ。ただ墓所はきつい。危ねえ。クリボール多分現世だと思う、スキル OK で、これでもう多分現世は多分ほぼほぼされないから、5月来た、こいつで出して、はいはい、628628で、モノノベ効果、ワンドロをワンして、こっちでいいですね。で、召喚、効果、リリース、チューナー出してくる。で、8シンクロ、で、影物除外して、オッケーオッケーオッケー。ボッシュじゃなくてよかったね。ボッシュだったら負けてたと思う、多分。で、影物除外して2出してきて、全破壊して、いいな。影物除外して、チューナー呼んでくる。おい。あー、宇宙だ。決まったわ。決まった。これは決まった。完全に。結局多分ね、ボッシュの方が強いと思うよ。今。1000だから。現世よりは墓所の方が多分まだ強いと思う。で、こうして、だから墓所環境に戻るって感じなんじゃない？また。で、カード3枚剥がせるわ。はい。回転でありますね。はい。はい。はい。よいしょ。よいしょ。対戦、ありがとうございました。よいしょ。多分墓所また、墓所環境逆戻りして提唱するわ。オッケー、サイバー流。サイバー流はマジで初手ホムラ神。ホムラあ、オッケー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 。まあ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 強いでしょう。で、モノノベ。はい。よいしょ。で、スキル発動。レベル上昇。レベルを4上げて。大丈夫。サイバー流は大体ホムラ神立てておけばなんとかなるって相場は決まってる。宣告者は知らん。宣告者はガチで知らん。宣告者してきたらマジで知らん。セットさあしろ。さあ、お相手の方だ。どういった展開なんでしょうか。宣告者だけマジでやめて。宣告者ほんまに思んないから。サイバレティックフュージョンサポート OK。 大丈夫。なんだかんだ宣告者なければいけんだ。コズミックサイクロンは強い。まあいいだろう。大丈夫。ホムラガマに任せろ。ホムラに任せろ。コンセントレートでも耐えるから。ヒメラテックランページドラゴンにコンセントレートゲーにしても、うわ、フュージョンゲートきた。いや、そのパターンやばいかな、これ。これ強いんだよな。これやばいか、これやばいか。フュージョンゲートは宇宙なんだよな。これほんまにやばくて、このカードマジで単一制限ないんですよね。あー、なるほど。やばいこと起きそう。めちゃくちゃやべえこと起きそうだな。はい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 。はい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 。オッケーオッケー。オッケー。墓地を食っていく。で、効果は、破壊はしない。いやフュージョンゲートガチでやばい。でもう一回使うんでしょこれ、ランページで。はいはいはい、ゲートね。これ単一制限ねえのさ、結構やばいよね。フュージョン何ゲートとサイバー流の相性やばいですよね。割とこれ KC カップでもなんかすげえことやられて、なんかめちゃくちゃやべえ、なんか5000くらいのなんかキメラテックでなんか出てきて、なんかすげえ連打された記憶あるけど、これマジやべえんだよな。でも3000破壊耐性あればなんとなんだろう、破壊耐性あればなんとかなると信じたい。キメラテックランページ、これキメラテックオーバー出てくるのか。でもこれやばいこと起きそうだな。どんだけで、さらにフュージョンゲート発動。なるほど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 、やばそうなもん、やばそうなこと起きそうなんだけど、ちょ勘弁してや、勘弁してや。サポートこうか。あーすごいこと起きた。いくつなんだ 123456684184800。 やべえんだけど、こいつガチでやばい、こいつマジでやばい。ちょっとこれ使っちゃダメか、使っちゃダメなんだ。間違えた、使っちゃダメなんだ。まあいいや、でもこうしてで、これワンドローでこクリボール引こう、クリボール引くから。あー無理か。こうする。これは受けよう、これ受ける、受けるわ、これ受けてで1300、おっ気づいてよかった。 OK 大丈夫。やばいやばいよ、このデッキやばいって。どんだけ宇宙なの、何連打するのこの人、やばいんだけど。どういうこと、何体これ、何体戻してんのこれ何体これ、何体だよこれ、いくつだよ打点。うるせえな、黙ってろお前。いくつな、8800ってなんだよ、8800ってなんだよ。